子どもたちの熱演に拍手喝采です。小松市のおたび祭りが今日から始まり、3年ぶりとなる曳山子ども歌舞伎が上演されました。江戸時代から250年の歴史を持つおたび祭りの曳山子ども歌舞伎、新型コロナの影響で去年と一昨年は中止され、今年は3年ぶりの開催となりました。曳山を持つ8つの町が順番に当番を務め、子ども歌舞伎を披露します。今年は八日市町と寺町が当番です。八日市町の演目は主君織田信長を討ち果たした明智光秀がモデルの武智光秀とその家族の悲劇を描いた絵本太閤記10段目尼崎観挙の場です。演じているのは小松市内などの小学5年生と6年生の女の子6人です。稽古の成果を発揮して堂々と演じる子どもたちの姿に、会場からは大きな拍手が沸き起こっていました。もう感激しましたよ。3年前も来たんですけどね、あの時ももう泣かせてもらいました。はい、今日も最高でした。はい、なんか素晴らしいに感動しました。このコロナ禍でね、ずっとあの何もなかった時代にこうして開演されたのは素晴らしいなと思って。3年ぶりなので、あのそのお客さんたちにはあのやっぱり曳山って重要だなって思ってもらえるようにしたいと思います。最高の曳山子ども歌舞伎で力強いなって思われるような役に演じきりたいです。おたび祭りは明日と明後日も開催されます。はい。